ウェイト・バン・タロットの塔・マルセイユ・バン・タロットの塔塔は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。フランス語の、ラメゾン・デューやスペイン語の、ラカーザ・デ・デオスはいずれも、神の家を意味するが、ラメゾン・デューは本来、ラメゾン・デフ、つまり、火事の家だったものの誤射により生じた名称である、可能性が高いとされる。カード番号は、16。前のカードは、15悪魔。次のカードは、 17星。テーマは、破綻。正位一、逆一のいずれにおいても、京都されている、唯一のカードであるが、解釈によっては、解放、改革、空破りなど、逆一が良いとされる場合もある。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット図いにおける解説では、悲還、災難、不名誉、転落を意味するとされる。ヘブライ文字はペー、ただし、複数の移説がある。 黄金の夜明け岩の説では、ネザクトほどのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような諸説がある。伝統的な解釈では、バベルの塔ではなく、神の家とされる。神の家とは、キリスト教の教会を指した俗称であり、病院を指す場合もある。この点から降りて、塔に激突しているものは、大光を一般的に表現する際にありがちな、ギザギザ状ではなく、 どちらかといえば、炎のように丸みを帯びた描かれ方をしている。これは、雷でも炎でもなく、神から放出される聖なる力そのものを表している。すなわち、二人の人物が、自らの作り出した強固な自意識の殻に閉じこもっていた状態から、何らかのが相的要因によって解放された状態へと、移りゆく場面を描き表した様子と解釈される。つまり、 神から放出される聖なる力を、神の怒りではなく、神の慈悲による救済であると解釈し、人間的な宗教組織、すなわち、党に囚われる人々を神が解放し、党の頂き尿感、すなわち絶対とする権力は存在せず、党の外に広がる広大な平野の果て、さらには背景に描かれる球体、すなわち、世界、地球、 宇宙に至るそのもっと上に存在していることを象徴していると解釈される。神の家ではなくバベルの塔の崩壊と見る説ではもっとわかりやすい解釈がなされる。マルセイユ版の塔には炎のような物体が建物の屋根部分を吹き飛ばし、二人の人物が数とは逆さまにもう一人は上半身が建物から出ている状態で描かれている。 古代メソポタミアにおける塔という建造物は、天と地をつなぎ、神々が地上に降り立つ道筋を提供する宗教的な目的で扱われていた。また軍事的な防衛、観察、牢獄、退却に使用する要塞として扱われ、現在においても、政治、経済、教育、文化などの様々なプロパガンダは塔を媒体として行われている。しかし、この塔に描かれる、 建造物は人間と対比してわかるようにとても小さく、およそ点まで達し、神との交信を図るような存在とは思えない。また、人物の一人が建物から出てきているように見えることから、この建物は二人の人物の私有物であり、彼らが作ったものと解釈される。 彼らは建物に王冠を模した屋根を取り付けていたと見られ、自分たちの作り出したものを絶対無二の存在とし、他のいかなる存在も認めていなかったことを象徴している。塔ではまさに今、建物の王冠が取り払われた様子が書き出されている。王冠を吹き飛ばす奇妙な物体は稲妻とされている。稲妻は古来より神から放出される聖なる力の象徴として、 しばしば、神の怒りなどと表現される。ウェイト版では、黒い背景の中で落雷を受けて、破壊、炎上した塔から中にいた二人が投げ出されている、様子が描かれる。ただしこの札の場合、旧約聖書には、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを使用したと記されただけで、この塔が、バベルの塔をモデルにしたかどうか、詳しいことは分かっていない。 塔の破壊された部分と三つの窓からは炎が上がっており、マルセイユ版の炎上する塔を踏襲している不死が見受けられる。炎には清めという象徴があり、神を立て祭る場所や神に関する儀式の際には多く、火を焚く場所が設置されていて、仏教においては火は知恵や真理の象徴とされ、煩悩を焼き尽くすとされている。塔の上にある王冠は成功を意味し、塔は それが自分を束縛するという状況を象徴している。この王冠の色と同じく、稲妻の色が太陽の恵みを表す黄色とされているのも特徴で破壊されることが幸いであるかのように描かれている。太陽の恵みを与えるにあたり、これのみならず、すべてのダイアルカナカードには必ず黄色に塗られている箇所がある点が大きな特徴となっている。黄金の夜明け団の説。 日本の唐島義雄は天皇制を主とした上で火星も加えている。ありがとうございます。